スケルトンタンクはアメリカ合衆国のホルトトラクター社が第一次世界大戦末に開発した戦車である。残壕突破のために開発された戦車であったが、調合能力を求めるあまり離帯が長くなり重量が増加するという問題を抱えた。これは軟弱な地面で格座し底を狙い撃ちにされる危険性をはらんでいた。そこで車体を軽量化した戦車の開発が行われる。 こととなった。スケルトンタンクは、イギリスのマーク愛戦車のようなひし形の履帯を有するものの、徹底的な軽量化を目指し、側面の装甲や武装が取り払われた。そして履帯に挟まれるように、交換フレームで支えられた、中央の走行化された箱状の操縦室とエンジン、燃料タンクが設けられ、そこから前方に履帯を回す、シャフト、後方に排気管が備わる。 上面部には回転砲塔を有していた。その骨格だけの姿からスケルトンと名付けられた。性能的には問題がなかったものの、開発開始自体が1918年と第一次世界大戦末期にあたり、需要がなくなっていた。また、重量はマーグアイの4分の1弱という大幅な軽量化に成功したものの、武装が機関銃。 または 37mm 方程度が限界と、戦車としては発展性が低いと判断されたために量産には至らなかった。ありがとうございます。